さあこの止まった分は少し長めに見るかと思いますが、さあスローインも入りました。山中からのクロス、面白いヘディング、来た、関根のゴールだ。アディショナルタイム浦和レッズ追いつきました。逆に名古屋は今日またこのアディショナルタイム追いつかれました。今のシーンです。少し名古屋準備できてなかったですね、まあ、素早くリスタートしたですね、松井選手と同じような形になってしまいましたね名古屋ね、はい、逆に浦和は福田さんまた山中のクロスでした ね、 そうですね、山中ですね。攻撃に関して言うとここの質っていうのは高いですから、はい、